か5時ぐらいに。やはりあの Facebook、SNS 上でまためてこさんの、書かれている文章を読んで非常に共感を感じることが、共感だけじゃなくて教えていただくことが多い、非常に博識で、まあ、経験も豊かな方ですよね。で今回令和新選組10人目で出た時本当に驚いたんですよ。で皆さんも同じだと思いますか。驚きました。でもまあ驚きましたけど、それを見た瞬間に、まあ、これは自分でもまあささやかになんか、ただ声援をかけたじゃなくて現場に行って汗をかくような手伝おうと、手伝いを。じゃあもうここで何回か。いやもう初めてなんですけど、電話かけとかやられた、今日。いや電話かけは今日来て、早めにちょっと来て少しやったわけで、電話かけは、まあ、山本太郎さんの支持されてる方に電話かけてるって感じなんですけど、もう本当に全国、この東京だけではなくて、もうそれこそ北海道から沖縄まで、で福島の方とかも結構いますね。でボランティアは多分今40人以上ぐらいはもう時間を惜しんで電話をしてます。で中にはプロのアナウンサーだった方なんかも、でもう引退されたらしいですけど、やっぱりものすごく熱心に、でそれぞれのボランティアの人がやっぱり山本太郎さん、あるいはその渡辺照子さん、他の候補者の方に対して熱い思いを持ってるっていうのは、もうはっきり今日ちょっとだけですけど参加して思いました。士気は高いです、すごく。テルコさんの専用の車ができたの？そうです。おかげさまで。新車みたいですね。ねえ、なんか綺麗でありがたいです。わーい。テルコさん。忘れちゃったと思うけど、覚えてますよ。私はよく覚えてる。覚えてます。覚えてます。覚えてますよ。今から出ます。うん。そのように。はい。ありがとうございます。あ、じゃあ。令和新選組公認候補全国比例区渡辺照子でございます。元派遣労働者、そしてシングルマザーでございます。もうエリートのためのエリートによるエリートの政治はいりません。決めたのが急だったんで、ね、言えないだろ。いや、今日は対戦中です。この前だから言ってやろうと思って、ね、なんか聞いた声がある。嬉しい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。渡辺照子です。令和新選組渡辺照子です。一番力になっていただきました。元派遣労働者、頑張ります。貧乏の総合商社、渡辺照子です。こんにちは、お疲れ様です。渡辺照子です。こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。こんにちは、令和新選組渡辺照子です。選挙は非常にお金がかかります。お金がかかるからこそ、お金のない貧困な者はその問題を自ら訴えることができません。実は働く女性の約7割が正社員ではございません。パート、アルバイト、契約社員、そして派遣労働者として一生懸命働いております。でも正社員ではないので、ボーナスとか手当ですとか退職金、そういったものが全くもらえない状況です。今の若い方、本当にご苦労が多いです。私がこうやっていろいろなところでお話をいたしますと、話が終わった後に駆け寄ってきて握手を求めてくる若者がたくさんおります。僕もずっと正社員になりたくてもなれないんです。バイトの出食いしないでいます。家庭のまんまですという若い男性、私のお母さんは
シングルマザーで苦労して私を育ててくれましたという若い女性、そういった方々が目を潤まして私に駆け寄ってきてくれます。私はそういう方々の必死の思いを本当に受け止めたいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。